オープン、港市長に聞く。今回は由利本荘市子育て応援券、生活応援券についてお伺いいたします。この事業の内容はどのようなものでしょうか？はい、これは昨今の物価高騰対策として市民の皆様の経済的負担を軽減するための支援を行うもので、両応援券は本市独自の支援策ということとなります。ではまず子育て応援券について詳しく教えてください。はい、子育て世帯の家計負担を軽減するための由利本荘市子育て応援券は、令和5年4月1日時点で本市に住民登録されている平成17年4月2日から令和5年4月1日までに生まれたお子さんがいる世帯に配布いたします。子育て応援券は1000円券10枚で1セットとなっており、対象児童1人当たり1セット1万円分を配布いたします。申請手続きは不要でありまして、7月下旬から対象児童がいる世帯の世帯主宛に U パックで順次発送をしております。配達時にご不在の場合はご自宅の郵便受けにピンク色のご不在等連絡表を入れておりますので、そちらに記載しておりますコールセンターに連絡をしていただきまして、再配達または郵便局でお受け取りください。利用できる期間でありますが、令和5年8月11日から12月31日までの年内いっぱいとなりますので、期限内にお忘れなくご利用ください。では次に生活応援券について詳しく教えてください。はい、由利本荘市生活応援券は市内の小売店、飲食店などで利用できる1万円分の応援券が1セット8000円で購入することができます。令和5年8月1日時点で由利本荘市民の方が対象で、購入上限は1人1セットまでとなっております。この生活応援券の購入には事前の申し込みが必要です。申し込み期間は8月1日から18日までとなりますので、忘れずにお申し込みください。その後市から引き換え券をお送りしますので、引き換え券を持ってご購入をいただきます。引き換えは市内の宇後信用金庫の各店舗で9月30日から10月27日まで行います。生活応援券の利用期間は9月30日から年内いっぱい12月31日までとなります。注意する点などはありますか？はい、どちらの応援券も大型店を含む加盟店全店で使える共通券5枚と一般店専用券5枚の構成となっております。市内の小売店、飲食店などでご利用になれますが、ご利用可能店舗はホームページなどでご確認ください。ご利用可能店舗では上り旗などを掲示しております。また繰り返しになりますが、どちらも利用期限がございますので期限内にご利用ください。特に生活応援券の購入にあたっては事前申し込みが必要ですので、申し込み忘れがないようご注意ください。ありがとうございました。最後に市民の皆様に港市長からメッセージをお願いいたします。はい、昨今の物価高騰は非常に厳しく、生活への影響が避けられない状況となっております。市民の皆様の経済的負担が少しでも軽減されるよう、この応援券をご活用いただけますと幸いです。
市といたしましても今後の動向を注視しつつ迅速な対応に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。